はい。えー、皆さんどうもこんにちは。エルグランド R34 です。はい。えー、っとね、今回ですね、なんかね、今日発売日だったらしいねえー、6月30日ホットウィールの発売日だったらしいです。はい。買いました。えー、っとね、ちょっとたまたま友達に呼ばれて、一緒にイオン行ったんですよ。で、イオン行った帰りに電気屋あるんで、ちょっととある電気屋に寄ったら、たまたま売ってたんで、それをね、買ってきました。 ちょっとね、お金はね、バカだからね、何も買わねえだろうと思って持ってってなくて、2台しか買えなくて結局他のはちょっと、あの、店員さんに確保してもらって、また買いに行く感じですね。はい。こちらですね、開封するのは。はい。えっとね、シビックの、えー、っと、SI だっけ。そう、シビックと、あとこっちもシビックの、えー、90年の方のシビックの方を。 タイプのね、あの、紹介していきます。で、まあ、ここにシビックがあります。はい、ここもシビックか。うん。で、あの、このシビックの、あ、このホット w h e の、あの、集めてないんで、もう私よ、よく知らないのもあるんですけど、実は、あの、関係ないんでして、このホットウィールの動画の前に、2、3本動画撮影してるんですけども、ちょっとこれが先に投稿されると思うんで、本当にすいません。で、ちなみに、あの、あの、ロングトミカの,の軌道、なんだっけ、横浜の、 消防局のトミカの開封動画なんですけど、えっ、ー、と、ボツになりました。投稿はしません。すいません。シビックのこの紹介にといてに、あの、これの次回の動画は、みたいな、ね、言ってたんですけど、すいません。投稿できなくなりました。本当に申し訳ないです。ってことで、えー、開封したいと思います。まず、こちらの90年の方の c i v からね、開封したいと思います。はい、パッケージ、絵本だとね、書かれてて、結構かっこいい感じですね。はい、こんな感じで、ラインナップはこんな感じになってます。 ホットウェールはね、正直言った話ね、あのー、今まで探ったことないやつか、あのー、並んでまで買ったこともないし、実はこれ初めてかもしれないの、こんなバッチリ買ったの。だから、ちょっと緊張。で、ホットウェイルってなんか結構、このままちょっと保管しよう。ホットウェイルってなんか結構ね、塗装が荒いみたいなの聞いてるんですけども。うーん、はい、こずさんい買しました。はい。うーん、まあ、あの、一番比較的いいものを選んできました。 あの、なんかね、ひどいのはね、このライトのとこに黒いのがピッていってるのとかありました。えっ、ー、と、まあ、あライト周りとか、あの、テイルライトの部分は、あの、後に塗っとこうかなと思います。はい、リアリにしたいと思います。でこれ結構リアルにしたらいい感じになるのかなと思います。はい、ああ、いいね。なんか色がこれ、白とかだったらよかったかもしんない、もっと。はい。裏,裏は、裏は。裏裏はこんな感じ。逆だね。うん。え、2013年どうした ここにちゃんと書いてあります。ホンダシビックはい。ああ、結構、この後ろ、結構リアルですね、作りが。ナンバーとかもね。てか、俊天さんにさっき、シュさんも2台買ってたんですけど、シ天ンテンさんは何,何買ってたんだっけシ天さん、このシビックと CRX 買ってました。あの、すいません。シ天さんに同じの買っちゃったとか言ってたっ、ね、て、嘘だわ、それ。すいませんでした。嘘です。すいません。はい。えー、こちらですね。いい感じです。はい。続いて、 こちらを、えー、紹介したのが c i v ですね。シビックの、えぇ、ー、c、え、i、ー、のね、SI、えぇ、ー、なん、なんつうのなんか、俺もあんままホンダ詳しくないけどホンダの沼にハマっちゃいそうまあ、パッケージまたかっこいいですね。ね開封していきましょう。いやー、いいですね。結構、ホットウィールもちょっと集め出しそうあつ、集めようかなと思います。あの、集めてるのがマジョレットとトミカなんで、あの、あんまり集めてないんですけど、ちょっと集めようかな。せっかくだし。はい。こちらですね。 うわ、このオレンジがね、またかっこいいですね。ちょっとこことかね、なんか寂しい感じがするので、また塗っときたいと思います。でも、あの、形とかは結構いい感じになってますね。はい、あでも、形ほんといいと思うよ、こいつ。はい、うん、でもほんと形いいと思う、ガチの方で。結構形はいい。ホイールとかもさ、 あの結構いいし、まあ、あの、塗装、塗装がさ、一部ないっていうか、ね、ないとこも確かにあるあ、ありますよ、このライトとか。でも、結構作りはいい感じですよ。裏もこんな感じですね、先ほど同様、えー、ホン本シビックとかねはい。いい感じですね。はい。うん、多分ね、一回切ってる。ちょっと今、いじこったから。うん。はい、えー、まあ、こんな感じになります。はい。 どうすかな、サムネを。うん。いいか。では、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、以上になります。では、またねー。